前回のカズクラ、本日はカズさんのエルパ降臨イベント。そんなわけで久々にエルパの床を拡張してみた。いっぱいいっぱい広げて、さらには実は裏クラでも頑張ってましたとさ。はい、どうもこんばんは、カズクラでございます。頑張っちゃった。やっぱね、俺好きなんだわ、あの裏でさ頑張るやつ。見て、まあ、さらにね、あの、2割ぐらい伸ばしたの分かる？これ。めちゃめちゃでかくなったよね。やばいな、これ。まあ、とりあえず、いっぱい。ああ、よく寝た。いや、もうね、パート50ぐらいで、1000ですよ、1000。やばいわ。待って、もうそこまで行ったんだったら、待ってな、こういうのとかも壊しておこうかな。やっぱね、このカズパの邪魔になる、こういったものは。でも、ここら辺綺麗にしていこう。このレールが必要だったら、もっと内側とかの建物内部取ってうまいこと移動できるようにした方が絶対いいもんね、これ。よしな、この調子でちょっと頑張っていきましょう。うわ、完璧でしょ、これ。うわ、またみんなの笑顔見れると思うと、楽しみだな。今日はね、カズパまで来ていただき、誠にありがとうございます。まあ、この収録自体は、イベントの前にやっちゃってるから、ちょっとわかんないんだけど、絶対大イベントになったと思う。本当にありがとうね。うちもね、このカズクラ甲子園、頑張るよ。もっともっとね、村を綺麗にして、みんなをもっと笑顔にしていきたい。まあ、とりあえずこんなもんでいいかな。うわ、これ、毎回毎回ね、どんどん綺麗になっていくんだろうな。さあ、本日もね、皆さんからお便り来ております。気になって、アスタが来ます。なんてめいいんだろ、これ。ようわかるね。いや、一瞬の、やっぱみんなのね、スクショレベル、やばい。着実にスクショレベルが上がってきている。どれのこと、多分こっち系だと思うんだけどな。ん？あーたたたた、これ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 、なんならね、余計なもんもあったわ、これ。よいしょ、よし、こんなもんで OK 牧場かな。ここら辺のやつもこれ取り去ってしまいますか。やっぱ共存ですよね、今回のタイトルは共存。よーし、終わった。うわ、綺麗になったじゃないの。念のため少しだけ湧き潰ししておいて、もうこれで完璧でしょう。さあ、なら本日は、あの問題、解決いたしますか。まあ、何なのかというとね、魚問題。いや、食料問題ですよ。いや、最近もね、焼き魚、魚がね、もうなくなってきちゃってさ、まだちょっとぐらい余ってっかな。もう魚がね、なくなってきちゃったの。ほんで、毎回これね、魚もし手に入れたとしても、焼くのも面倒。だったらどうするよ。焼いて焼き魚を自動的に作るマシン作ればいいんだろ。というわけで、早速本日も、行ってみましょう。いや、多分できると思うんだけどな、今回のやつ。ガラスガラス。これで行こうかな。オッケー。で、ちょっとね、あちらの方にお邪魔したいなと思います。まあ、どこ行くのかというと、やってまいりました。そうなんですよ。こちらでございます。こちらを使って、魚焼き装置をガツンと作っちゃうという作戦？あら？なんか重たくなってるかもしれないな。ちょっと待って。あれ問題だな。ちょっと待ってよ。あ、多分問題だな。あ、ちょっと塞いでおかないといけないやつや、あれ。ちょっと待ってろ。あ、ほ、入りまーす。おっぱ。結構ダメージがすごい。まあ、そうじゃなくて、まずスライムブロックでしょう。で、飛び立つのも、よいしょ、おい。早押しさんなんてまずいこと起きるからな。あ、あとは、待て。この上も、ちょっと今、明るくしとけば湧きにくくなるからな、これ。あ、こんでいいやん、こんで。こんで水なくなってくるパッていいんやろ。オッケーオッケーオッケー。あとで水反応めんどくせえのかなこれ。いや、でもみんなの笑顔のためだ。多少めんどくさくてもやるしかない俺は。あ、やっべ、夜だ。どっかベッドがあった気がしたんだけどな。あ、ポッポイ、ただいま。もうやだよ、何よこれ。頑張って向かうとするか。ほんと怖い人いっぱい。やだやだ。これを持って回収。行こうよ。いや、ほんと、舐めてたらダメ。やべ、いや、恥ずかしい。あぶねえ。今の角度危なかった。俺の秘密バレるとこだった。ちゃんと残ってるかな。難しいんだよな、これ。よしよし。めっちゃ落ちてる。よしよしよし。大事なやつ。ヘルメット。
めっちゃ散らかってんな。大丈夫か？全部ある？あ、ありそうだね、結構。ほい。よーし、では行きましょう。まずは、こちらをいただいて、ここら辺まではもう完璧なんだよな。システム的な部分で言うと。ほんで、この送り出す装置も、もうこの際ね、もう抜けてしまいます。あなたもちょっとあっちの世界行ってきたらどうよ。今壊す前にさ。ブーイ。じゃあもうこれもね、壊していきたいと思います。さあ、そんでね、今回のシステムはすごく簡単なんですよ。ちょっと待っての。1、2。これ壊すと、こうやって流れ込むんだ。オッケーオッケー。あー、なるほどね。いや、ちょっといい感じに調整していこう。あー、なるほどね。待てよ、こっちの方も。あれ？どっから出てきた今。ちょ、やめろって、やめろって、やめろって。どっから生まれたの？おい、水ないでしょ？待て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 。なんとか戦って。あとしかね。なんとかなった。さあ、あとはこっからなんだけど、どうしよっかな。後ろ側の方にちょっとひっつける作戦でいこうかな。水で、ぷい。ぷい。オーケー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 。おや？あなたまで。あなたまで召喚されたのね。あなたまだね、下のところでちょっと待っててください。ぷい。ちょ、待て待て。ここも入れ替えしとこう。これ土とかダサいもんな。待ってろ。絶対いいもん作ってるから。ほんで、一旦こんなんでいいのかな？待て待て、これ意識低いだろう。ちょ、待て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 。あと、粘土、粘土いけんやつや、これ。気をつけろ。最大の敵は自分だ。よし、オッケー。ベッドが奥にね、あった、あ、ほらほら、あった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 。あ、ぽい。おお、やべ、バグってる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 。うわ、よくれた。さあ、なら頑張ってね、作っていきましょう。ちょっと待ってね、こっちが気になっちゃったから、ここ、ちょっときれいにね、水を張る準備をしとこう。オッケー、オッケー。よーし、オッケー。よし、下の作業行こう。またなんか湧いてんな。なんで、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 お前に至ってはなんで。いや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 、怖い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 。この一マスの水流からも湧くのかな、もしかすると。蓋置いてくるわ。もうちょっとで完成するんだから、ちょっと待ってろ、お前ら。ニュータイプか。待って、行く。待って待って、危ないな、これ。いや、怖いよ、こいつら。はい。あ、ニュータイプ。よし。ほんで、この意識の低い置き方。ダメ、絶対。オーケー。さあ、ではね、頑張って作っていくとしますか。要はね、こっちの方に今落としていくような形にはなっていくんだけど、端っこちょっとぐらい残しておこうかな。多分入るでしょ。頑張れば。水ブシャーってやって、で、ここにむちゃむちゃ入っていく予定。ほんで、あとは、すごく簡単なんだけどさ、待ってね。これでいいのかな？やばいやばい、またゴール見てきてる。ちょ、待っててな。ほんで、あとは、ここにね、看板を設置していきます。OK。OK でしょ、もう。ちょ、入んなさい、入んなさい。あなたは下に避難して。よしよしよし。そんな危険な時間だ、もう。これどうするのかというと、もう簡単だよね。つまりは、こういうことでございますよ。何燃えてんの、これ。え？できたー。はい。もうあとは簡単でございますね。じゃあ早速ね、上の方も開放して、今回のはザ・ヤギ坂のシステム。あれ夜じゃないの今。あれ、来た来た。さあ、ではね、早速お試ししましょう。まあ、魚がね、落ちてくるシステムになってないから、あっちの方、ちょっと色々やっていきますよ。まずは、このスライムブロックをぶっ壊す。ほんで、暗くないと湧かないから、これ上を、蓋をすることで下の方にガーディアンちゃんが湧くようになる。よーし、もうこんでね、もう準備完了。来てる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 。わかるあれ。ほらほら、来て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 。ほら、焼き魚がいっぱい。やばい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 。あれこれどうやってあれ動くようになってたっけ？下の回収システム。これか。ん？あれ回収用のトロッコがなくない？いや、待て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 。余計なもんがいっぱい。やばい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 。いやもう今回のシステムすごく単純で、水流で集められたやつがね、ここに入って、丸焼きになるってシステム。あんな、ちょっと下のやつ借りてこようかな、これ。ちょっと借りるわね。
ほんで下にね、このホッパー付きのやつを走らせれば、もう全部、うん、どこに置けばいいんだよ、これ。あ、こらって。あ、いった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 。ほらほらほら、回収してる。回収回収回収。うわ、できたわー。ほんで、もし生き残ったのがいたりしたら、このゴーレムちゃんたちがやってくれるというシステムでございます。ほんで、ほら、あれ生魚だ。あれ焼き魚？あ、なんかここに置いてある。ここ来て、オッケー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 。ほんで、入ってく。焼き魚来ると思うんだ。来た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 、焼き魚。ああ、これで魚で困ることはもう一生ないな。はい、ともに本日はこんな感じで終わりたいなと思います。いや、素晴らしいシステム出来上がりましたね。いや、もうこれ魚無限でございますよ。ほんで、せっかくだから上からの図もちょっと見せてあげようかな。上から見るとね、やめてよ。攻撃やめて。攻撃やめて。いて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 て、上から見るとね、うん。あん中に、この押してたやつだけ燃えて、焼き魚システムになるといったシステムでございます。わあ、これで思い存分ね、もういろんなとこ冒険でもいけるわ。もしよかったら皆さんもね、この、水抜きが大変だけど、これができたら魚無限ですよ。もしよかったらお試しください。ならね、またね、明日お会いしましょう。バイバイ、バイバイキーン。